お世話になっておりますフォトレシオでございます。いつもご覧いただきましてありがとうございます。今日はこんな感じなんですけれども、今日は GFX100RF のまあレンズシャッターでの全速同調を試そうということでございます。テスト環境ですけれども、 GFX100RF とつないだキャプチャー1な MacBook で、まあ、遠隔で操作しながらストロボを光らせていくという感じでございます。で、 GFX100RF の上についているコマンダーはですね、プロフォトのエアリモートという、まあ、いわゆるその一番原始的なやつですね。ハイスピードシンクロとかできないタイプのやつです。で、それの相方はこのプロフォト D1500W でございます。こちらもハイスピードシンクロ、何それおいしいのというストロボになってますので、まあ、この一番原始的な組み合わせで全速同調がどんな感じなのかというのをちょっと確認してみたいと思います。で、うちには他にもハイスピードシンクロできるストロボとかあるんですけれども、それ使っちゃうと全速同調でストロボが回ってんのか、それともハイスピードシンクロのおかげで回ってんのかが分かんなくなっちゃうので、このセットでやります。 GFX100RF は一応4000分の1まで全速同調できるはずなんですけれども、メーカー的には2000分の1までしか保証してないみたいです。ちょっと確認してみましょうか。今シャッタースピード125分の1なんですけど、2000分の1までは普通に回り、4000分の1になると赤い表示なんですね。はい、でちょっと回してみましょうか。こっちか。2500、そして3200分の1でも赤いということで、一応2000分の1まで保証みたいな感じにはなっているということだと思います。 GFX100RF とキャプチャー1、これはもうすでに最新版のキャプチャー1で、テザーが対応しているバージョンになります。で、接続すればこのように、GFX100RF がちゃんとね認識されます。で、ただここのシャッタースピードとか ISO 感度とかはダイヤルは優先されるので、ダイヤルで回さないと変えられません。若干ややこしいんですけども、そういう感じになっております。で、今日は要は全速同調するかどうか調べたいので、蹴られないか、ね、同調するかという検証になるので、ちょっと露出はばらつくかもしれません。自分で光量を調整しなきゃいけないのでね。はい、というわけで早速やっていきたいと思います。では画面を切り替えましょう。まずじゃあちょっと1枚撮ってみましょうか。125分の1、ISO 感度は100で固定してます。で、いきます。シャッター A。はい。こんな感じで、いかがでしょう。まあ、ちょっと暗いかな。まあ、いいか。まあ、でも検証なんで、まあ、いいかなと思うんですけど、まあ、1段ぐらい上げときましょう。はい、じゃあ1枚撮ります。125分の1。はい。じゃあ、まずここからスタートですね。で、125分の1が同調するのは当たり前なんですけども、250分の1いきましょう、はい、250分の1はもう普通のフォーカルプレーンだと同調しないものも多いと思います。いきます。どうでしょうか。はい、いけますね。はい、いけます。じゃあもう一段上げていきましょう。もう一瞬で終わっちゃうな、テストで。500分の1です。500分の1までになったらさすがにもう一段ぐらい上げましょうか。いきます。ちょっと明るくなったけど、はい、蹴られてないですね。どこも蹴られてません。じゃあもう一段上げましょう。1000分の1です。1000分の1になるとさすがにちょっと暗くなるかな。いかがでしょう。はい、ちょっと暗くなりましたけど映ってますね。で、蹴られてもいません。はい、画面の隅までちゃんと映ってますね。じゃあ2000分の1いこうか。2000分の1はさすがにもう一段ぐらい上げようかな。はい、じゃあいきましょう。はい、2000分の1ちゃんと映す、まあ、ちょっと暗いですね。はい、1段上げたつもりなんですけどね。まあもうちょっと上げるか。2000分の1で、一応ここまでが保証範囲内ですね。なので3分の1段ずつ上げていきます。2500分の1、半段ぐらい上げようか。じゃあ行きましょう。2500分の1、あ、映るじゃんねーということでございます。隅暗いんで分かりづらいですけど、全然蹴られてはいないですね。はい、全部映ってます。しっかりと2500分の1でもちゃんと同調しました。で、次、じゃあ3200分の1。2500分の1以降はシャッタースピードの表示赤くなって同調しないよってなるんですけど大丈夫ですね。はい、じゃあ行きます。
さて200分の1。さすがにちょっと暗いな。1段上げます。じゃあ行きましょう。もう1段、もう1丁。はいはい、もう3200分の1も同調しました。じゃあ4000分の1もいけるっしょということで、4000分の1試してみましょう。さすがに4000分の1だとフル発光かな。はい、じゃあ行きますね。ちょっと眩しい。行きます。はい、フル発光ですが行きましたね。はい、で画面隅を確認しても、はい、ちゃんと映ってます。はいはい、ということで GFX100RF は4000分の1でも同調しました。ただおそらくメーカーの保証内で動作するのは2000分の1ということだと思います。ストロボとの、ね、相性がある場合がありますので、そこら辺はお気をつけくださいということでございます。 GFX100RF であれば、まあ、日中シンクロでね、まあ、シャッタースピードめちゃくちゃ早めて背景を落としつつもモデルさんを浮き立たせるような、撮影であるだとか、あとはまあ動きの速い被写体にフラッシュ使う場合とかで、まあ、そういった撮影にも使えるということが分かりました。全速同調できる GFX ということで、その GFX の中ではなかなか特殊な立ち位置になるわけですけれども、これでまたね幅広く使えるということが分かったということで、今日のテストはおしまい。以上フォトレシオでした。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。